ちは、トミです。今日は久しぶりに無印良品でお買い物をしてきました。購入品紹介をしていきます。はい、では一つ目、まずお洋服から、こちらです。じゃん、こちらのロンティーを購入してきました。こちらのロンティーは M サイズです。なんかね、ロンティー私なぜか持ってたはずなんですけど、知らない間になくなっちゃうんですよね。汚れて捨ててるのかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、そう、無印のロンティーは以前も何回か買ったことあって、そう、肌触りも良くてシンプルで良さそうなので購入してみました。 XS から XXL まであるんですけど、でも店頭にはね S からしかなかった。割とサイズはちょっと大きめに作られてるのかな、ちょうどいいですね。なんかベストとかいろいろ合わせやすそう、中に着てもいいし、まあ、1枚でデニムとかと合わせても良さそうですね。もうすぐね、秋になるのでロンティーとかを集めなきゃなって思ってたので、ちょうど良かったです。はい、着てみました。サイズちょうどいいです。長すぎず、さっき着てたシャツとかに合いそうですね。こんな感じ、シャツの下にロンティーとか T シャツ着るの好きなんです。こんな感じで秋は着たいと思います。あともう一つお洋服がこちら、じゃん、こちらはワイド半袖 T シャツです。これ結構なんかあんまり肌を見せたくなかったり焼けたくなかったりする人向けみたいに書いてあって、結構長いんですよ。半袖なんですけど、割とこの辺まであるからね、日焼け気になる人とかすごい良さそうだなって思ったのと、私はこれも M にしてみた。しかも生地もね、なんか軽くてでも透けづらいって書いてあった。もう黒は透けないだろうけど、白の T シャツってなんか透けちゃうものあるじゃないですか。そう、でもね、透けづらいって書いてあったから生地しっかりしてます。黒の T シャツって意外と少ないんですよね。私1枚ぐらいしかないかも。ちょうど良かったので買ってみた。ちょっと着てみます。はい、着てみました。結構長めに作られてて、そう、私は好きなサイズ感です。ここもね、スリットが入ってるから、ガラパンとかと合わせていきたいですね。いい感じ。はい、では次、じゃーん、洗面器、湯筒。このね、私洗面器を持ってなくて、今まで引っ越してもう2年半ぐらい経つんですけど、ようやく買おうと思ってようやく買いました。手をお湯を持ち上げた時に手が痛くならないようなデザインだそうです。確かに全然痛くなさそう。なんかなんで買おうと思ったかというと、酵素洗顔を持ってるんですけど、それをね、洗面器で泡立てて使う酵素洗顔で、そう、今そういうものがなくて、そう、やったので、やっと購入しました。今日から酵素洗顔を使おうと思います。すごいデザインもいいですね。シンプルでなんか汚れにくそう、水垢とかあんまりつかなそうな素材。ちょっと使ってみてからしか分かんないけど、かわいい、シンプルで。はい、では次がこちらです。トイレブラシ、これ私今家で使ってるやつがスタンダードプロダクツで買ったやつなんですけど、なんかね、水垢とかが全然落ちなくて、ゴムなんですよ、ブラシのところが。そうね、見た目が可愛くて買ってみたけど、やっぱりね、ゴムはなかなか落ちないんですよね。こっちのしっかり落ちそうなブラシにしました。しかも持ち手が長いからなんかいいですね。奥とかも洗えそうで使いやすそうです。シンプルでいいと思う。そう、スタンダードプロダクツすごい可愛いんですけど、今もう改良したのかな、なんか友達も一緒に買ってて、それ友達も全然取れないよねみたいなことを言ってたので、
ぱね、ブラシは絶対にこのこういうタイプの方がいいと思います。これから一人暮らしする方はぜひ参考にしてください。はい、では次こちらです。じゃん、コットンです。これ私コットン家に持ってるんですけど、ちっちゃいタイプで、なんかもうちょっとこの辺まで入るぐらい大きいやつがいいなって思ってて、ちょうどね、そう探してたんですよ。これめっちゃ大きくて、大判タイプ、こんな大きいからめちゃくちゃちょうどいいですね。これでパックしたいし、美顔器を持ってるんですけど、それをこれをつけてなんかね、こうやって引き上げるやつを持ってるんですけど、それのサイズに超ぴったりだなと思って購入しました。でもね、無印コットンが豊富で、なんかいろんなサイズとか、これは生成カットコットンなんですけど、そう、なんかね、普通のコットンも売ってました。でもこれなんかすごい数がいっぱいあったから売れてるのかな。一番目立つところにね、あったから。しかもパック付きなの嬉しいですね。なんかこうやって開けて、私今使ってるやつそうなんですけど、こうやって開けちゃったから出ちゃうんですよね。それがちょっとすごい気になってたんで、このジップ付きは嬉しい。しかも199円、安い。1枚あたり 2.9 円。これはちょっとね、リピート買いする予感です。良さそう。では今度はね、キッチングッズも購入してきました。なんかいろいろやっぱ無印行くたび新しいものが増えてて、じゃん、こちらはみじん切りチョッパーです。昔からあんのかな、わかんないけど、ちょっと私は初めて見てちょっとテンションが上がって購入してきました。なんかね、6枚刃、1、2、3、4、5、6、5でした。1、2、3、4、5、5枚刃で、なんかこの、あ、これか、すごい、おお、ちょっとやってみたかったんですよね。見て、刃がみじん切りがね、やっぱりちょっとめんどくさいじゃないですか。ハンバーグとか作るときに、しみるし、私、玉ねぎがすごいダメで、超しみちゃうんですよね。まあなんか、割と大きめでもいいから、4等分とか、ちょっと切ってから入れると、勝手にやってくれるんですね。あお、これなんで？痛い！やだ。歯ってことを忘れてた。これ危ない。鋭いです。これあれですね、洗うとき超危険。取っちゃったらいいの。普通にこれに、ここにセットして蓋をするだけだそうです。これちょっとお子さんとかは危険だな。で、こうやって拭くと回るので、勝手にやってくれるそうです。いいですね。しかも結構量入る。玉ねぎ 2,3 個ぐらい入りそうですね。ちょっと次使ってみます。はい、では次もキッチングッズです。こちら、じゃん、こちらはチーズおろしです。これね、なんか今までパスタとかリゾットとかでいつも粉チーズを使ってたんですけど、やっぱり粉チーズだと限界があるって聞いて、そう、なんかね、カルディとかで売ってるチーズをこうやってやると一気にプロの味になるそうで、お店の味になるそうなので、ずっと購入したかったんですけど、ようやく購入しました。なんか見た目可愛いし、使いやすそうですよね。丸くなってて、今度ね、パスタ作る時を使おうかなと思います。カルディにチーズいっぱい売ってますよね、美味しいチーズが。皆さんも試してみてください。はい、まだあります。じゃん、こちらです。こちらは油処理剤です。植物成分 100% だそうで、これね、私最近よく揚げ物をするんですよ。とんかつとかナスとかを揚げたりするんですけど、その油の処理がね、すごい毎回迷っちゃって、そう、今まではペーパーに浸して吸わせてか捨ててたんですけど、
なんか結構な量を使ったので、ちょっとこれペーパーに吸わせるのちょっとあれだなと思ったので処理剤を買ってみた。初めて買ってみました。簡単そう、つるって取れるそうです。なので使ってみようかなと思います。しかも5袋も入ってる。はい、では最後です。じゃん、無印良品といったらカレーですよね棒読みになっちゃった。ゴロゴロ野菜と豚ひき肉の大盛りカレーを購入してきました。あのね、私よくお家でカレーうどんを作るのが好きなんですよ。冷凍のうどんとカレーで、でお家にこういうレトルトのカレーがあるとすごく助かるというか、めちゃくちゃテンションが上がるので購入してきました。しかも普通の量だとカレーうどんにすると少ないじゃないですか。でもこれ大盛りだからね、たくさん入ってて、これにお水とめんつゆを入れていつもカレーうどんを作ってるので、皆さんぜひ作ってみてください。これね、ゴロゴロ入ってて超美味しいの。私も前も買ったことある。肉じゃがじゃない、じゃがいもとか人参とかも入っててね、そんな辛くないし、お子さんでも食べれると思います。久しぶりに無印行ってテンション上がってたくさん購入してきました。気になったらぜひ無印に行ってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。